よしよし、いけいけいけ。あっ、出たか、出たか。やっぱ2人いないと、ああもう時間ね。いやもう時間ないから、取りに行かないと、キープされちゃダメだよ。もういやもう時間が切り出されちゃうな、もうこれ。いやー、あー、いや勝てたな。日本2人少ない状態で健闘しましたが、2人少ないさすがにしんどい。選手たちはピッチ上では、いやこれは勝たなきゃいけない相手だったよ。ジョージアは、ジョージアは歓喜です。リーチもフル出場で、もう勝利チームへ大正製薬株式会社高橋いつみ取締役専務執行役員よりリボンダンデー賞が授与されます。はい、あのね、というわけで、今ですね、はい、ちょっと待って、移動するよ、はい、日本対ジョージアのですねラグビーのテストマッチが終わって、23対25なんですけど、まあこれもったいないな本当に。さすがにね、ジョージア相手でもね、まあ、ジョージアはまあ日本と、まあ日本の方がまあ格上っちゃ格上なんだけど、ジョージアティア2だからね。うん、でも、2人少ないときついな。まあただね、まあ、もったいないね、本当に。前半の攻撃とかさ、確かにあのエディさんがね目指そうとしてる超速ラグビーのですね片鱗はね見えたし、あやっと形になってきたなと。俺ずっと超速ラグビーとかやめた方がいいよって思ってたんだけど、これはまあまあね、いい感じに出来上がってきたのかなと思ったのよ。まあなんだけどね、ちょっともったいない反則が、まあ、レッドカードもでかかったし、まあミスは少なかったと思うんだよね。まあただまあ純粋には強かったね、ジョージアね。まあ、後半のね65分あたりのね、まああの60分あたりからのねあのトライね、7、8分ぐらいのあの連続攻撃、あそこはね良かったよね。もう中で攻めて最後は外に回してねトライで、あれもうなんかミスがなかったからすごいなって思いましたね。結構ね去年のワールドカップ前後と前とかはああいうところでのねちょっとミスが結構あったから、ミスらないでくれって思ってたらね、もう最後までちゃんと冷静に繋いでね、そこは良かったから、まあまあ全然、ちょっともったいないね、本当にもったいないね。そうですね。まあ李承信もね、ちょっと 50m ぐらいからのペナルティーは外したけど、他は全部キックもせっかくだったし、まあね、途中随所活躍しててよかったし、もったいないね。やっぱ2人少ないときついよ、やっぱ。そう思いました。はい、まあ来週イタリアね、まあ、イタリア勝ちたいね、本当にね、イタリア戦。おととし負けてるからね。おととしじゃない、去年か。去年負けてるからね。イタリア戦なんとか勝ってね、いやー、AD ジャパン初勝利、目指してほしいです。はい。お疲れ様でした。バイバイ。おやすみ。